じゃあ、じゃあ、村シャンしました。村シャンしました。ふざけてないって言われるんで。最近ね、確かに。別に何もなかったんで、大したトピックなかったから。はい、とりあえず村シャンをしたいと。しました、はいはい。今回ね、うん、うちで、第2弾なんですけど、はい、まあ、去年から始めてるあのジェラード・ザ・ブーテッド、うん、まあ、第1弾はエンジニアブーツから始まってるんですけど、とうとう来ました、はい、サービスシューズ、ね、単靴ですよ、はい、僕が好む、僕が一番こう履きたかった単靴、はい、ね、うん、まあ、座敷でもすぐ、ね、うん、靴脱げるし、はい、脱ぎやすい、ね、はい、すぐどっかに逃げやすい、ね、この靴が最高ですよ。最高、はい、まあ、ようやくなので発売日も決まってきたので、うん、8月初旬にそうですね、はい、デリバリーが始まるということで、はい、まあ、今回は詳しいことに関しては、はい、教授丸投げとそうですね、まあ、本人も一人で話した方がやりやすいですっていうおまけはいらないみたいなこと言われまして一応、まあ、こんなね、うん、僕らの持ってるヴィンテージを元にやっていく、結構定番なアメカジに合う、うん、ブーツシリーズのジェラード・ザ・ブーテッドの、はい、まあ、今回は第、2弾の新作でございますので、はい、まあ、ぜひ最後までね、教授 の、 ご教授を聞いていただき、はい、最後まで見てください。はい、よいサービスシューズです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。鈴木です。お願いします。はい、今回はですね、はい、ジェラードのブーツラインというか、うん、はい、ブーツシューズライン、ジェラード・ザ・ブーテッド、はい、US ネイビーサービスシューズの説明ですね。はい、かなり期待度高いと思います。そうですね、結構オーダーもたくさんいただいて、うん、はい、ジェラードの取扱店さんには結構行き渡るんですかね、うん、そうですね、はい、かなり多分本当全国に近い形で、はい、このサービスシューズが一番売れ行さそうな、はい、気配してます、はい、でこのサービスシューズはね、はい、その後藤さんとももう結構早い段階で、うん、サービスシューズいつか作りましょうねっていう話を前からしてたんです、はい、で後藤さんが、その頃からこう持ってる、うん、40年代と思われるサービスシューズがあって、まあ、ネイビーのサービスシューズって、私が知ってる限りだとね、30年代終わりぐらいから、まあ、多分80年代ぐらいまで作ってるんですよね、はい、でその中でラストが60年代あたりから変わってまして、で60年代あたりからこういわゆるこう空軍、まあ、海兵隊、陸軍、空軍全部合わせた一つのこう米軍の統一ラストになったんですけど、まあ、40年代のものはネイビーラストが使われているもので、まあ、この木型です。でたまたま私が持ってるこう木型があって、で、まあ、それを使って作ろうということになりまして、でそれが1941年の木型、ここに、ね、ここにね、その木型が作られた年度なんですよ、はい、はあはあ、靴の作られた、ね、年ははっきりは分からないんですけど、うん、木型の場合は結構年号が入ってまして、はい、で1941年に作られた木型、まあ、これがこう30年代後半の木型でも50年代の初めの木型でも形は変わらないんですけども、たまたまこの木型が41年に作られた。で、まあ、ジェラードもその、ね、定番アイテムで人気のアイテムに4インチカーキっていう41年型の、チノがありまして、はい、でまあ、ちょうどそれと同じやつだったんで、この木型使ってじゃあ作ろうと。おう、で、まあ、これが41年なんで US ネイビー41サービスシューズと呼んでますけども。なるほど、そういうことですね、はいはい、まあ、そういう名前にしてます、はい、でこのサービスシューズ作りたいのはですね、本当にこのサービスシューズっていろんな足の形の人が履いても、うん、履き心地がいい、うん、
私はですね、その日本人に合う木型とか時々ね、あのいろんな靴メーカーさんが言いますけど、はい、そんな木型ないと思ってるんです、っていうのは日本人にもいろんな足の形の方がいるので、はいはいはい、全員に合わせることは不可能なんですね、でも本当にいい設計の木型は結構いろんな方が履いても、まあね、これ履き心地いいっていう人の幅が広いっていう意味ですごく優れたものですし、本当にこうなんというか活躍する場が多いじゃないですか、はい、でね、こういう黒 の, あのプレーンのシンプルなタングスっていうのは、うん、本当にカジュアルにデニムとかチノに合わせても、うん、今はもう全然おかしくないし、うん、で同時にやっぱりビジネスでも使える、観光総裁にも使えるっていう意味で、うんうん、すごくこうなんて言いますか、活躍するコスパの高い商品になるん で,、うん、でそれであのネイビーサービスシューズをぜひ作りたいと。でこの木型を作って使ってでこの 40年代と 思われる後藤さんのヴィンテージのサービスシューズが持ってるディテールをできる限り落とし込みました。で、まあ、それはこう全体的なこうパターンもそうですし、でこの時代の特徴って言われてるこのまあ T 型のバックステー市川もそうですし、はいはい、であとはここにですね、こっち見た方がいいかなこいつここに ね, ね、うん、この時代のサービスシューズは海軍の、はい、多分こう調達担当こう検品担当者の名前が入ってるんですよ。本当だ。でそれもそういうところも、あとはここは、はい、ここにはあのいわゆるコントラクターの名前が入ってたりするんですよね。見えます？ちょうどいい、はい、見えます？見えますね今、はい、ここに入ってます、はい、でまあ、靴メーカー、はい、工場の名前が入ってます。工場の名前が、はい、でそういうふうなところをできる限り再現したんですけど、一つだけ大きく変えたところがあって、はい、それが革です、うんうん、この時代はですね、いわゆるこうカーフのようなフルグレーンの、はい、ガラスレザー、うん、ただ茶芯の革が使われてて、この断面とか見る と,、まあ、ちょっとこれはもう古いので、うん、あのはっきり分かりませんけど、結構茶芯の革が、うん、使われていると、はい、でそれを再現したんですけど、革だけガラスに変えました、うん、でガラスレザーっていうのはあのちょっと樹脂系 の, あの塗膜コーティングをしてツヤが最初から結構あるタイプの革です、はい、うん、であのただこのガラスはあの下地がキップっていう、まあ、カーフに近い、まあ、ちょっと若いというか子牛と大人の間ぐらいのかなり目が詰まった革で、うん、はい、それをガラスにすること自体今はすごく珍しいんですけども、そういう革を見つけて、で、まあ、あと特注で茶芯にしてもらいましたので、まあ、あのまあこれとはちょっと表面の加工が違うもの、うん、ただねガラスレザーの面白さっていうのは、まあ、最初新品の時はこういうこうつるっとした感じで、はい、でその、 あの表面に結構つるっとしたり、あのトップコート樹脂系のトップコートがされているので、うん、シワが入った時の目立ち方が結構いいんですよね、はいはい、うん、でまあ、これちょっと履いたものですけども、少し履くとこういうシワが入り始めて、はい、でまあ、さらに長いこと履いてると少しずつこう傷が増えて、まあ、風格が増すような感じ。今鈴木さんが触っていただいてた方が経年化しているので、はい、どれぐらいこれですね、まあまあ、多分おそらく結構、はい、あの高い頻度で履いて 2,3 ヶ月履いたんじゃないかなと思うんで、結構シワがってる、週1換算だと1年ぐらいは履いてると思います。でもこのシワは多分あの週1履いても、うん、まあ、1月2月でしっかり入ると思います、うんうん、でこれ履くと途端にこうなんていうかラギットというかカジュアルになるんですよね。なんでデニムとかチノとかそういうこうカジュアルな格好に、アメカジの格好に合わせるのにはこのシワが入るとすごく風合いが増すし、はい、いい感じになります、うん、いい表情になってきます。で、まあ、このさっきちょっと説明したディテールですけど、こういうところを、はい、これは仮のインスペクターの名前をつけまして、はい、うん、ここに入れたり、同じように、はい、でこの内腰にサイズと、まあまあ、会社名ジェラードシューカンパニーっていう服を名前にして、はい、でフェブラリー1941って、まあ、これ製造年が入ることもあるの で,、うん、でまあ、その製造年風のこう、はい、まあまあ架空の架空の、まあ、41サービスシューズに合わせた、はい、そうです、インジを入れてます、はい、でまあ、そういう形で結構このヴィンテージの靴が持ってるディテールを、うん、
なるべく落とし込んで再現したこうヴィンテージ感が、はい、たっぷりあるサービスシューズを、うん、ガラスレザーで、はい、まあ、ちなみにガラスレザーっていうのはですね、60年代ぐらいからガラスレザーをよく使ってるんですね、サービスシューズを。なので、まあ、この年代よりもちょっと後の年代に使わよく使われてた革なんですけども、はい、まあ、40年代にはあんまり使われてなかったんですけど、まあ、このガラスの方が、うん、履いてった時の面白さというかね、エイジングした時の表情がいいので、はいはいはい、多分こう雨かじでね、そのカジュアルな格好デニムや地のお好きな方には、うん、受けるかなっていうか喜んでもらえるかなと思いましたね。で、ね、うん、冒頭にも言ったけど、はい、観光総裁でも使える本当に万能選手ですね。そうですね、はい、で多分気になる方結構いると思うんですけど、はい、メンテナンスなんかどう伝えてばいいですかね。ガラスレザーって、はい、まあ、まず最初からツヤがあるで、まあ、あとはこう樹脂系のコーティングされているので水もちょっと弾きがち、はい、まあ、防水レザーとは言えないんですけど撥水性もそこそこある、うん、でなのでメンテナンスとっても、ね、やりやすい革なんですよ、うん、で、まあ、そんなにこうオイルクリームで油を補給する必要はないし、この塗膜があると油はあんまり染み込んでいかないので、まあ、小傷が入った時にクリームで磨いていただければ、うんうんうん、でツヤを増していただければっていう、はい、そういう感じなんですね。でなんで、まあ、それはもう本当大体これぐらいの頻度でやらなきゃダメっていうこともないし、もう履く方次第なんですけども、はいはい、まあ、まあ年一でも全然構わないし、そんなに過保護に育てなくても、うん、そのここにこう樹脂でコーティングされてるっていうことは、はい、オイルも外からも染み込まないですけど、うん、内側もそんなに乾かないです、はいはいはい、でなのでまあ、多少雨が入っても水も染み込まないし、うん、でそんなにこうメンテナンスする必要がないタイプの革なんですよ、はい、なので本当にメンテナンスはこう表情をどう作るかっていうのを、うん、考えながら、たまにこうもうちょっとツヤ出したいときはクリーム入れて磨くっていう、うん、でミンクオイルみたいなオイルを入れても本当に浸透しないので、はい、まあ、使うとしたらクリームがいいかな。はい、まあ、あとはこの結構ここ幅があるんで、ツーモンキーズの時はですね、このレザーのソールのこの部分にオイルを入れてあげてるといいですよっていう話をしてまして、まあこれもそういう意味ではね、あえてオイルを使うとしたらこの部分ですね。これは結構雨の日も履いてるので、やっぱり水染みがちょっとできてますよね。ありますね。でまあ、そこちょっと厚い革ですし、グッドイヤーウェルト製法なので、はい、スモーキーズに比べるとここも厚くてしっかりしているので、うん、まあ、オイル入れなきゃいけないということじゃないんですけど、入れてあげるといいかなと思います、はい、であとですね、これこれはスモーキーズも同じなんですけど、ここレザーソールにハーフラバーシートを貼ってます、うんうん、でなのでラバーシートがすり減ってきたらこれを交換していただければ、こう何て言いますか、レザーのソールがすり減った時にオールソールしなきゃいけなくなることもあんまりないし、はあはあ、こっちをこまめに変えていただいた方が長持ちするかなと思います。であとはこうヒールもトップリフトが、この積み革のところまで削れてきたら、はい、その時点でトップリフトを交換していただければ、はあはあ、でこれちなみにですね、これ今クエボーグっていう、まあまあ、カバーグとかって言われることもあるんですけど、はい、こうアメリカではクエボーグって発音してます、はい、でこのビブラム USA が作っているクエボーグのトップリフトを今最初の生産の時は使ったんですけども、はい、これがね廃盤になってしまいまして、もうビブラム USA も作らないということ で、はい、で次の生産からちょっと変わります。もう次から、うん、ビブラム のちょっと別のタイプの厚みが同じ、はい、これ、まあ、10ミリちょっとの厚さなんですけど、はい、それぐらいの厚みのものに、変わります。初回ロットだけじゃ違うわけですね。そうですね、はい、これちょっとクエボーグがなんかこう今ビブラムがあるとビブラムが作ってるトップリフトの中で一番クラシックな雰囲気なので、ちょっと残念なんですけども、はい、なんかプレミアつきそうですね、初回ロットなんか。あ、そうですね、まあ、リペアさんにはまだこう、うん、まとめて、ね、量産する分はなかなかもう今後は入手できないんですけど、うん、リペアさんには在庫分があったりもするかもしれないですね。一つですね、ちょっとこう説明しとかなきゃいけないのは、はい、この、ネイビーのラストって今のこうアメリカの靴のサイズ基準からしてちょっと大きいんですね。ハーフサイズぐらい大きいんですよ。
なのでこれあの8で作ったものを8ハーフと呼んでます。でそっちの方が今多分皆さんが履いてる例えばレッドウィング履いてたりとかすると、まあ8履いてる方がレッドウィングで8履いてる方がこれで8でちょうどいいっていうそういうこう形になるので、なのでまあ例えばサービスシューズ持ってらっしゃる方がサイズ比べた場合にちょっとタイトめかもしれません、うん、なのでもしそのねウェブで買われるような場合はどっちかというとこうレッドウィングの D-Wizのサイズ感だと思っていただいた方がいいです、はいはい、あまりこう他のブランドがあのネイビーラストで作ってる靴とか実際のヴィンテージの靴と比べるとちょっとサイズ感違うかもしれませんね。ちょっとタイトめかもしれません。まあ、できればねこう僕たちジェラードのお店だったりとか全国のディーラーさんに来てもらって一度ね試着をしてもらってから試着ができればぜひ選んでもらいたいただきたいと思うんですけど、はいはい、ありがとうございます。じゃあまたちょっと次の動画でよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。